ボドム湖殺人事件は1960年にフィンランドで起こった未解決の殺人事件。事件発生から半世紀以上にわたり新しい情報や見解がメディアで取り上げられ、その度に国民の注目を集めている有名な事件。首都ヘルシンキから西に約2 2キロメートル離れたエスポ近くにあるボドム湖で起こった。 1960年6月5日、早朝、湖畔にキャンプしに来ていた4人の若者たちが何者かにナイフと鈍器で襲われ、3名が死亡、1名が重傷を負った。事件から約12年後の1972年6月、ある男が自殺する。彼はその遺書の中で自らがボドムコ殺人事件の犯人であると認めた。彼は湖近くのキヨスクに勤務し、 被害者たちにレモネードを販売していた。また、彼は、湖でキャンプをする、者たちをよく思っていないことで知られていた。しかし、警察は、彼が犯人であることを否定した。事件から43年後の2003年、事件現場の近くの病院に勤務していたヨルマパロが、この事件に関する書籍を発行する。事件のあった日、彼は、非常に、 怪しい男の治療に当たったという。この男はドイツ出身のハンス・アスマンという人物で KGB の諜報員だった。パロはアスマンが真犯人だったが彼が KGB 諜報員だったために外交的理由によって彼には徹底した捜査が行われずもみ消されたと主張した。しかし警察はこれを否定しアスマンにはアリバイがあったと主張した。 事件から約45年後の2004年3月下旬、唯一の生存者であるグスタフソンが殺害容疑で逮捕された。2005年前半にフィンランド国家捜査局は血液染みの新しい鑑識法によって事件は解決したと宣言した。公式発表によると、グスタフソンは新しいガールフレンドであるビョルクルントに対する嫉妬から犯行に至ったとされる。事実として、 ビョルクルントは、知名打を浴びた後も、必要にナイフで刺され、被害者の中でも損傷が激しかった。一方、他の2名はそういった形跡が一切なく、グスタフソンが負った傷もさほど大きくなかったと指摘された。検察は、無期懲役でグスタフソンを起訴し、2005年8月4日に裁判が始まった。検察は、古い証拠を、 DNA 捜査などの現代の捜査手法によって再調査し、これによってグスタフソンが犯人であると主張した。弁護人は犯人は部外者であり、グスタフソンの負傷の程度を考えれば3人を殺害することは不可能であったと主張した。同年10月7日、グスタフソンに対するすべての権利は取り下げられた。彼の無罪が確定し、 フィンランドは彼に最高流期間から算定した44,900ユーロの保証金を支払った。フィンランド出身のメタルバンド、チルドレン・オブ・ボドムの名前の由来は、この事件からである。エスポー出身でもある、バンドメンバーは、バンド名を決めるために、地元の電話帳から良い名前を探し、そこで、偶然、ボドム湖を発見した。その名前のインパクトと、 過去の出来事は彼らの興味をそそった。パロ、ヨルマ、ボドミンはアーボタス、ヘルシンキ、ベスイ、2003、P8、ISBN9 兆7895億1027万8932、コートファインズグスタフソンノットギルティーオブ1 9 6ボドムレイクトリプルマーダー。ありがとうございます。